はい、えー、こんにちはレトスノーノです四月八日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます試験直後にこのような話をしている方がいらっしゃいますああ、今年も難しかったなまた来年頑張るかこの人たちは受験するだけで満足をしているのかそれとも本気で合格を目指していたのか 意外と本気であれば今日という日を本気で生きているはずです計画したことを毎日愚直にこなしていく飲み会があってもできるだけ飲まずに帰った後に今日の勉強をする実際私は受験生だった時そうでした勉強しない日はおそらくなかったと思います少なくとも1時間は勉強していました本気で合格を勝ち取りましょうそれでは本日の3問に入ります 自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと時効により消滅するルか×かという問題ですこの問題考えたい方は動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいこれ答えは×ですね所有権は消滅時効にかかりません例えば放っておきっぱなしの土地があってこれが消滅時効にかかるとすると所有権がなくなるということになりますよね でそしたらその土地どうなるのっていう話になるんですよなので所有権は消滅事項にはかかりませんもしあなたがえ東京に住んでいて、えー、沖縄に、えー、土地を持っていたとでその土地をずっと放っておいたとしても所有権について消滅事項にはかからないんですねつまり放っておいても所有権が勝手に消滅するっていうことはありませんただ勘違いしてほしくないのはここからなんですねここからの解説です 誰かが占有を始めて、つまり誰かがその土地を使ってしまって、自公取得されてしまう、取られてしまうってことはあるんですね。で、これは取得事項の話なんですよ。今回の話は消滅事項の話なんですよね。問題文見ていただくと、時効により消滅するって書いてあるので、これは消滅事項の話なんです。で、今ここの正し書きのところについては、取得事項の話なんですね。つまり誰かが占有して、その人が自公取得するっていう話なんです。 だから話は違うんですね。消滅事項と取得事項は話は別ですよ。消滅事項について考えると、所有権が勝手に消滅することはないですよ。一方で、取得事項の話について言うと、誰かがその土地を占有し始めて、えーまあ、20年間ずっと占有したのであれば、それは取得事項によって取られてしまう可能性がありますよ。っていう話です。分けてちゃんと考えるってことを行いましょう。これは具体例で覚えていただくといいです。まあ、イメージですよね。 ちなみに所有権を行使しないとはどういうことか分かりますでしょうか本文で言うと土地を使わずに放っておくと。まあ、そういったイメージですね。まあ、難しい言葉も分かりやすい言葉に置き換えることができればイメージしやすいと思います。イメージ学習で短期間で実力をつけることができる。これが個別指導なんですね。予備校に通っても理解できない方。通信講座の動画では理解できない方。 独学で調べても理解できない方はぜひ個別指導をご検討ください理解すべき部分は理解の仕方まで解説いたします個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは問いに入ります宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成しこれを分譲しようとしている A が案内所を設置して そこで、宅建業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項説明をする取引士は、専任の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば、重要事項説明を行うことができます。 よって誤りだということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう。えー、個別指導では普通の取引士と専任の取引士の違いまで解説しています。しっかり対比して頭に入れておきましょう。では、問い農地法です。山林を開墾し、現に水田として工作している土地であっても、 土地等規模上の地目が山輪である場合は、え法の、えー、適用を受ける農地には当たらない、丸かツかという問題ですね。この法って農地法ですね。農地法の適用を受ける農地には当たらない、丸かツかという問題です。で、答えはツですね。農地法の適用を受ける農地に当たります。 農地法における農地っていうのは、樹目には関係ないんですね。現況で判断します。現況って現在の状況ってことですね。現在の状況。現在の状況は水田ですよね。え、田んぼです。なので、これは農地に当たります。よって誤りになります。 で、毎回お伝えしてるんですけども、この動画だけでは理解学習できませんので、理解学習をするっていうのであれば、まあ、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトだったりとか、あと民法の解説書とか、そういったもので調べながら、えぜひ勉強を進めていきましょう。卓研の教材では理解学習まではできませんので、その点は注意していただければと思います。で、自分自身で、えー、理解学習するの難しい、え調べる時間もない、え調べ方がわからない、えどこを理解したらいいかわからないっていう方は、ぜひですね、え個別指導をご検討ください。 個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。